今までででっったた有名人人オーラがあは誰誰すかだろう難しいな有名人でオーラがあった人は誰,ですかもう誰だろうねいなろうなもうんな人があったんですけどあでもね一人ね叶わないなと思った人はあデヴィ夫,、ね、<laughs> 夫人がすごいやっぱオーラありましたこれデヴィ夫人と僕ね実はねすごく仲良くさせてもらっててデヴィ夫人にねちょっと頭が上がんないことがあるんですよこの話したことないでちょっとさせてもらいたいんですけど その脱税の事件があって、えー、とすげえ落ち込んでた時に、えー、まずね最初にデビュー夫人が、ね、声をかけてくれて、まあ、あの励ます会じゃない一応なんかお叱り会っていう会だったんですけど名目はお叱り会っていうことで何人か、ね、共通の知人を呼んでね銀座でねレストランでご飯食べてねちょっと怒られましたけどもあの励ましてくれたんですよまだ、あ、若いんだから頑張れみたいなね。 でそこからね、えー、モナコにみんなで行こうってなったんですよで僕ちょうどその裁判が控えてたんでモナコに行こうと思っても行けなかったんですよねで裁判中ってパスポート取られるんですよ刑事裁判にかかってる時って海外に逃亡しないので取られちゃうんで,でそれこそゴーンさんみたいにいなくなっちゃう人もいるんで海外に行けなかったんですよでもまあデビュー夫人がモナコに行くから 来なさいって言われてでもって夫人ちょっと行きたいんですけど行けないんですよねパスポートないからって言ったら夫人がねえと僕の弁護士さんとね裁判所にも電話したのかな裁判所にも電話してくれてデヴィ夫人がモナコに行ってモナコの国王とね会うと。 モナコの国王と交流をするからそこに青汁三崎詩っていうんですけど三崎詩を、ね、青汁王女を連れて行って社会勉強させるんだって言ってくれたんですよでそんなんでも普通だったら絶対そんなの通んないんですけどでもモナコの国王と会うんですよ。 でえーとまあ、僕は本当にデビこの夫人国王知ってんのかなさすがにそれはないんじゃないかなと思ったんですけどやっぱ国際問題になるかな,なんのか分からないですけど、うん、えパスポートが返ってきたんですよ、ね、で僕、びっくりしてだから SNS とかはさすがに迷惑かけるから、ね、出,さ出してないですしちょっとまあ時効なんで、ね、もう行っちゃってますけど、えー、デビュー夫人とあの裁判の、ね、判決が出るちょっと前に、ね、一緒に、ね、モナコに行ったんですよ。 そしたらさ本当にさモナコの国王が出てきてさもう夫人と握手してさもうウェルカムウェイみたいなのやってるんですよ。 あでこの人本当にすごいなみたいな、まあ、日本だけじゃなくてさ、えー、とインドネシアのねもう女王ですからあのいろんなところに顔を聞くんですけどあすげえなーと思ってでやっぱ嬉しかったのはやっぱあの時さあのー、本当僕のことをく人もいっぱいいたし見方,方を探そうが難しかったんですよ本当にいなかった今はねこうやって応援してくれる人もたくさんできましたけど当時は本当に叩かれてね、えー、いろいろ誤解されてたんで,でそんなね、えー、自分をね見てねもともとね知り合いだったっていうのもあるんですけど まあ一緒にね声かけて旅行を連れてってくれたっていうのはね僕ほんと夫人にはね今でも感謝して頭が上がんないですね今ねこうやって復活した今ねえなんか声かけてくれてどっか行こうぜって言ってもまあそれは別になんとも思わないんですけどやっぱあの本当に困ってる時誰も救ってくれないような絶望的にまあどん底にいた時にあのやっぱり手を差し伸べてくれたっていうかまあ気晴らしっていう意味もあったのか分かんないですけど声かけてくれた夫人の懐はね僕は感謝してますはいだから まあオーラっていうか人間性っていう意味でも今まで一番すごい器が大きいなって尊敬できるなと思ったのはデヴィ夫人ですかねはい。<music>